ここからは農業へ AI を活用している事例を2つ紹介いたします。まず最初はオプティム社です。オプティム社は AI、IoT、ロボティクスを使って稼げる農業を実現することを掲げています。こちらは植物工場ではなく一般的な従来型の農業に AI を活用する試みです。 農水省の方針のもと先進技術を取り入れたスマート農業が盛んになっております。従来型農業に先進技術を活かし社会実装していくのには多くのハードルがあります。オプティム社はこれをビジネスとして成立させスマート農業を普及させている先端的な企業です。技術革命を支える研究開発に基づき最先端テクノロジーを取り入れ儲かるビジネスを実現しています。 広大で分散した農地を管理するサービス、ドローンやロボティクスを活用するサービス、施設園芸で温室を管理するサービス、農業経営を支援するサービス、いずれも AI、IoT、ロボティクスを活用した先進的なサービスを提供しています。こちらは農地を管理するシステムです。ドローンで撮影した画像データ、気象やセンサーデータを一元管理し、 病気や害虫の判定やさまざまなリスクを診断するサービスを行っています。画像による生育分析も行い多元的な生育分析も行います。こちらは、えー、施設園にいわゆる音質をスマート化するサービスです。音質の中は風雨にさらされないのでロボティクスが活用しやすいです。走行型ロボットカメラで音質内の映像をくまなくクラウドに送信します。 映像データを解析し実の色や形から熟度を判定します栽培エリアを区分けして収穫可能数や病害虫の検知状況を可視化しますこういったスマート化の社会実装は今後ますます盛んになるでしょう厳しい環境に置かれた農業は我が国にとって非常に重要な産業であり AI を活用することでより強化されていくべき分野と言えます